5周年を迎えました。あそこまでにこっから230ヤード打てば、ナイスショー。おお、わお、トップ10入んないと首ですもんね。そうですね。すごい、こっからドキドキしてる。いやー、ナイスー、ファー。おはようございます。さあ、本日はですね、私、ゴルフブランドゴルランをプロデュースさせていただいてるんですけども、8月1日に5周年を迎えたということで、太平洋クラブ市原コースで5周年記念ゴルフコンペ開催させていただきます。ありがとうございます。今日は約200名の方に来ていただいていて、坊さん企業様の坊さんにも感謝感激でございます。ゴルフブランドゴルラン、今回5周年記念にご協賛してくださった企業様の皆さんです。すごい数です。本当に嬉しい。皆さんありがとうございます。もう本当に4周年とかに行って、協賛企業さんが約20社くらい増えております。本当にこのゴルフの中で出会うお客様皆様とこうつながって、でよりゴルフ業界を明るく楽しく皆さんで頑張りましょうっていうお話をしていたらですね、心よくスズランちゃんバックアップするよって言ってくださって、今回このような皆様が来てくださっております。本当にありがとうございます。大西ライオンさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、いつもね、表彰式最後の最後まで盛り上げてくれるの、はい、ありがとうございます。そこまでが仕事だと思ってます。いや仕事じゃないよ、今日全部仕事だと思ってます。ライオンさん、今日、スコアはいくつでもありますか。いや、もうそれは、72パープレーで回ります。すごい。おはようございます。おはようございます。ナナ、おめでとう。レッツゴロ目指すお二人でございます。瀬戸、ちゃん、今日いくつで回るの。今日は85ギリ。あ、いやいや、85ギリ ギリ。瀬戸ちゃんは大体大きく言うから、そうなんだ。大きくやってすごい、あの、上回ってくるから。すごい、バレてる。賢いよ、はい、そう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 。一日楽しんでください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。頑張って、一日大変でしょうけど頑張ってください。ルカちゃん来てくれたよ。ルカちゃん見て、ちゃんと、あ、本当だ、いる。はい、ご協賛ありがとうございます。お呼びいただきありがとうございます。今日は何で上がる、何だぐらいで上がりますか。75。おー、ルカちゃん応援してるからね。皆様、おはようございます。後日司会を務めさせていただきます、恋もゴルフもあっちが苦手で、黒田カントリークラブさんがライバルでございます。一応、これでもプロゴルファー中井岳です。よろしくお願いいたします。 MC とライバルってこと。皆さん、おはようございます。改めまして、ゴルフブランドゴルランプロデュースしております山内すずらんです。5周年を迎えました。そして皆様の思いが、空に届いたのかな。雨やみましたよ。ありがとうございます。そして、もう5年目を迎えまして、毎年この周年コンペがまず行われていること、そしてこのね、太平洋クラブ市原コース様に大変お世話になっております。スタッフの皆様も改めて一日よろしくお願いいたします。周年コンペ楽しみましょう。はい、行きまーす。はい、行きまーす。はい、チーズ。よーし、行きますよ、皆さん。ゴルラン5周年記念ゴルコンペ、楽しんでいきましょう。行きまーす。よっしゃー。スタートです。お願いします。ゴルラン5周年記念ゴルフコンペアトラクションホールの6番では、山内すずらんとニアピン対決ならぬニアラン対決させていただきます。さあ、何ニア、え、何それって思ってる方いると思うんですけど、私がサイン入りボールを打って、そのボールに一番近かった人が私のボールを持って帰ると。だからピン関係ない。私が池に入ったら、池に入った人が勝ち。そう、だからどれだけ私に寄せるかっていう新しいスポーツです。いや、これね、愛があるかないか分かれますから。やっぱスズランちゃんのボール欲しいからな、池でも池でいいみたいな人か、
申し訳ないけどベスグロ狙ってるからスズランちゃん気にしないでいくわってどっちかなんよ杉山美穂さんです。毎年ありがとうございます。いつもお邪魔してます。いつもありがとうございます。今んとこどうですか。さっきショートホールで OB したのでワンオーバーです。ワンオーバー、それでもワンオーバー。でもうちの組パープレイの方いるので。え、どこ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 、はい、マジか。めっちゃうまい。だって普段はレーサーさんなんですね。あ、そうですそうです、ね、自動車競争業やってます。いや自動車競争業初めてお会いしたんですけど、うん、ベストスコアいくつなんですか。ベストスコアはね、言うの恥ずかしい。え、お願いします。64だったんだけど。すごい。え、神がたまに降りてくるの。たまに普通ほとんどの人が降りてこないでやばくない。あれ、これはやばい。でも乗ってる乗ってる。おおあそこに近い人が勝ちです。意地悪、ね、これすごい面白いゲームじゃない。わざとじゃないんだよ。うまっ。やばった。頑張れフォロー、フォロー頑張れ。あれ、あら短い。近い近い近いよ、ま、近い、うんうん、そうね。さあ、神は来るのか。 あれニャラ、ニャラ、ニャラ、何が出た。ニャラ、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 近い、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 ニャラ、ニャラ、近い、近い、近い、優しい。え、本当に欲しい人っているんだね。ニャラ、ニャラ、頑張れ。ありがとう。今日はことのちゃんです。今日来てくださいました。ありがとうございます。ガクさんが、え、いるってびっくりしてて。え、あ、知らなかったですか。うん、名簿見て、え、いるんだ私は知ってたからですけど。ちゃんとスコア確認しなきゃな頑張ります。今のところいくつですか。ワンダーです。え、すごい。でもさっきボギー打っちゃったんでちょっと、うん、取り返します。海外でね、はい、資格取り行ってるよね。そうですね、ちょっとアメリカの QT に参加している最中です、うん、そうだよね、うん、で今日本にいる時期なの。そうです、はい。今度また10月に行くんですけど。そんな忙しいのが来てくれたの。いえいえ、とんでもないです。もうということは今日は女子でベスグラ取らないとね。いや、ちょっといいんですか。いやいや、もちろんいいよお、いじってる。いけ、ちょっとナイス。やば、刀ちゃん勝てるかな。いや、あれは近いですよ。おお、これはどうだ。これはダメですね。刀ちゃん、スズランちゃんに負けちゃダメだよ。残念。なんで、ありがとう。ありがとうございます。じゃあ月中は刀さんですか。いやいや、ありがとうございます。いやいやって言ってたよ今いやいやって言ってますよね今いらないってことかな今回ですね、この YouTube にもスポンサーをしていただいているユニバーサルコンセルさんの小池さん、そしてチームメイトの猫ちゃん同僚です。同僚、同僚でいいんですかえ、すいません、来てくださったんです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今スコアいくつですか。今ね、5オーバーですね。わー、猫さん。トップ10入んないとクビですもんね。そうです、ね、いやいや、そんなことはないですけど。ごめんなさい、私、池4回入れてます。あ、ほ、うんと何回目からクビですか。いや、わかんない。それはな、ノーコメントね。待って、すごいこっからドキドキしてくる。ドキドキしてるでしょ。おー、ナイス。刺してる。ストン。おー、ナイス。ありがとうございます。うま。小池さん。素晴らしい。チームキープ。ありがとうございます。マジで。よし。ナイス。ありがとうございます。あ、いい音。うまー。ちょっと。ナイスです。これはどうですか。しばらく継続ですか。もう。ナイス。私ですか。はい。うまいね。いいんじゃない？ゴー！いけいけいけ！ナイスー！バーディーチャンス！ナイスです。チームユニバーサル安泰でございます楽しんでーす。バイバイ。
次がですね、もう私の大好きな方々が集まってる組です。会いたかったー、イエーイ、かわいい、うわーじゃない、うわー、夏い、夏い、やめて。いやー怖い怖い。じゃあ行かせていただきます。はい、お願いします。いやー、ナイスー、はー。ちょうど計測いいほんと計測のとこまで行った。うわー、あらー、すごい。体温まってきたら350、60ヤードぐらい打てるように頑張ろうかなって。最後ね、ちょっと打ち上がってるほぼキャリーなんで、まあそんな感じで頑張っていきたいと思います。お願いします、お願いします。あそこの白い線あるじゃないですか、真ん中の、はい、あれを越えれば、フェアウェイで越えれば OK。あそこまでこっから230ヤード打てば、あ、よっしゃ、しかもフォロー、はい、チャンス、ナイスショー、戻れ戻れ、フェアウェイ残れ、どうだ、うわ、わかんない、旗は、旗が振られる、あ、新鮮いる、ゆっくり歩いてみてます、すごいゆっくり行く。赤か白か、白だと OK、 白だと OK、 旗上げてください、はい、赤です。そう思ってました。うわー、残る、ナイスショット、残れ、大丈夫でしょう、はい、超えてる、距離はいってる、あ、白、おめでとうございます。じゃあ、もらうと、じゃあこちら、僕の最長飛距離のサインです。おめでとうございます。すごい、すごい、おお、帰ってきてる、いけ、帰ってきてるよ、いけ、おお、どうだ、あ、出るか、赤です。いやね、ワンタッチした、そうっすね、ワンタッチしちゃった、いやー、セットスピード上がってますね、すごい、すごい、急成長です。去年見ていただきましたもんね、はい、めっちゃ出席できるんですよ。だいたい試合中だとこれが71とかに、今ので4割5割ぐらいの力感です。平田君は去年は赤からチャレンジして、今日はね、青からですけど、え、今日青から、おお、すごい。平田君とは今回初めてですか。初めてです。どうですか、安定感、そうですね、小学生とは思えない。番手とかが私全部一緒で、ドライバー、まあ、ちょっとずつ曲げてるんですけど、アイアンの距離とか一緒なんですけど、精度が曲げてます。てか今日初めてちょっとさ、ドヨンとしてる、負けてるから、初負けして、ここに来て小学6年生いつもなんか余裕の感じで回ってるのに、今日はちょっとそれを感じる、私もちょっとざまあみ分けていつも勝ってるから。旗を振ります。左の方が、あー、惜しい、でもナイスショット、すごい、ど真ん中、すごい、これはどう、ティーは高い方が飛ぶんですか。まあそうですね、高いティーをうまく打てた方が、でもいきなり変えるとあれなんで、ね、いつも通りで、はい、大丈夫だと思います。ナイスショー、ちなみに残るか、うわー、でもナイスショットです、すごい、ありがとうございます。めっちゃカート道までまだ今日一人しか届いてないんで、はい、ナイスショー、ちょっと右から帰ってきてるか、どう、お、お、おお、白旗返して、ありがとうございます。こちらプレゼントのサインボールです。おめでとうございます、すごい。今回
回このコンペでは企業様の物販や体験ブースもありまして、 ORS さんこれねすごいの、蛍光補水液がタブレット1個水にポンって入れるだけで作れちゃうっていうすごい優れもので、ラムネみたいにポリポリ食べれたりもするの。めっちゃ美味しいんですけど、こう早めに飲んでおくと熱中症対策になったりとか、あとね二日酔いにもいい。ゾフさんがゴルフラインを新しく出していて超気になってつけてみたんだけど、めっちゃ軽くてこの耳の部分がラバーだから柔らかいし痛くないし、でね一番大事なのは偏光レンズってかけた時にこう皆さんから結構暗く見える、目を合わせてお話できないっていうのが結構悩みだったんですけど、すごいちょうどいい薄さでちゃんとお客様と目を合わせてお話できるっていうのが私の中では刺さって、なのでもうゴルフの時はゾフのメガネを愛用させてもらってます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。プロブライドオノフさんもいらっしゃって、練習場ではシダ会、北村弁護士とさ赤ドライバー使って対決したじゃないですか。そういう新作クラブとかも練習場でシダ会やってたりとか、あとね無料でプレゼントしてくれるんだってこれそしてそして私が普段使っているマーカムさんが今回出展してくださっていて、参加者の中にもゴルランオリジナルマーカーをね作成させてもらって全員にプレゼントさせてもらってると。こちら今回ご協賛いただいてますトップコネクトさんです。トップコネクトさんはですねすごいのが、学生新聞って言って学生がいろんな著名人の方にこうお話を聞いて、学生さんがご自身で作ってるんですよねこれね。はい、そうです。今回パターンの日高いですか。はい、日高やってます。イエッ、オッケーオッケー、ナイスショー、オッケーオッケー。ここでしだしてそのままご購入される方もいるんですか。はい、あ、いますね。結構やっぱりリアルな方向で取りやすいので、うん、購入される方が多いですね。入るとゴルフブランドゴルランの限定ポップアップショップもやってるので、まあ、ここでしか手に入らないアイテムもあったりするから皆さん買ってプレイしてくれたりしてます、うん、そう、私が普段飲んでいるプラセンタとレスベラトロールのスズランセットを今回ね発売させてもらっております。今日だけじゃなくて N3&Co の、 インスタグラム調べてもらっても買えます。ぶち切れてます。なんでミラちゃんって切れることあるんですか。いいじゃん、もう大体切れてますもうやめてってお ー, おーナイスショー。負けないようにというかもう応援になりました。よし、いい音、おー、まっすぐ入れ。待って、やばい、やばい、出たー。